こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちら静岡市にあるツインメッセ静岡にやってまいりました。本日は我ら静岡を代表するタミヤ模型さんが開催するタミヤフェア2023が開催されるということでやってきました。会場の外からすでにテンションが上がる車の数々、模型から飛び出してきたような世界観がありますね。世界各国の希少な軍用車両が展示されていますよ。当時の最先端技術が投入されていた軍用車両が実物で見られるのは驚きですよね。さあ、では北館からお邪魔していきましょう。まずは入ってすぐにおもてなし隊のお出迎えになります。なんとこちら入場無料なんですよ。昔懐かしのものから新製品まで、とにかく楽しみですね。今回は秋より2024年初頭に発売されるスケールモデル、RC モデル、ミニ四駆、工作などの新製品が展示されています。新製品のブースでは開発スタッフさんの説明も受けられます。こちらはミニ四駆の新製品ブースですね。ミニ四駆は未だに根強い人気を誇っていますよね。新製品のパーツを組み込んだチューニングも楽しいですよね。カラーのバリエーションもいろいろで楽しいです。干支にちなんだミニ四駆まであるんですね。こちらは電動 RC カーの競技大会が行われていますね。ワールドチャンピオン決定戦でしたので、海外からの出場者も多数来場していましたね。目で追うのがやっとというくらいのスピードです。これを実際に操縦しているわけですから驚きですよね。
さあ、こちらのブースは静岡のプラモデルクラブの合同作品展が行われている会場になります。スケールモデルを中心とした作品が約数百点ほど集まっています。オリジナルの塗装を施した作品がたくさん並んでいます。北館で一番見応えがあったのがこちらですね。こちらは24時間耐久レースで日本車初の総合優勝を飾った歴史的なマシンなんです。マツダ 787B の実車が展示されています。こちらはトヨタガズーレーシング TSO50 ハイブリッド。こちらも世界耐久選手権でチャンピオンマシンに輝いたスポーツプロトタイプレーシングカーです。普段はプラモデルでしか見れない車を実車で見れるとあって皆さん大興奮でしたよ。やはり静岡はタミヤ模型、バンダイとプラモデルの街と言われています。このイベントを通してホビーの街静岡をもっと皆さんに知っていただきたいですね。ホビー愛好家の皆様の熱のこもった素晴らしい作品はお見事ですね。今回は2日目にお邪魔したんですが、このにぎわいです。なんせホビーのお祭りですからね。では南館も行ってみましょう。はい、こちらは南館になります。こちらのブースではタミヤ RC カーグランプリが開催されていますよ。この大会は19日のみの大会でしたので、白熱した展開が繰り広げられていましたね。親子で楽しめる大会でもありましたので、思い出に残る一日だったんじゃないでしょうか。戦車やバギーを過酷なコースで走らせるブースも大人気でしたよ。うわ、見てください。ホビーイベントなのにアヒルが歩いていますよ。うわ、すごく元気よく歩いていますよね。実はこれ今年発売された歩いて泳ぐアヒル工作セットといってプラモデルなんですよ。こんな風にミニ四駆のコースを走らせると可愛いですね。
もちろん水の中に入って泳ぐこともできますよ。まるで生きているかのような動き、さらに横の動きで可愛らしく見えますよね。さらに重心移動歩行ロボットも今年発売の新製品です。もうプラモデルとは思えないものばかりで、かなり見応えがありましたよ。モノレールもありました。自分で作って動かせるのが一番感動しますよね。自衛隊のブースでは高機動車と軽装甲機動車の2台が展示されていました。めったにお目にかかれないですよね。さあ続きまして、その場で作って遊べちゃうミニ四駆組み立てコーナーです。続いてこちらは南館の一番の見どころと言ってもいいんじゃないでしょうか。ミニ四駆を実車にという夢のビッグプロジェクトで完成した1分の1ミニ四駆エアロアバンテの展示会場です。とにかく大興奮間違いなしです。トミカとコラボした新製品などミニ四駆はまだまだ根強い人気を誇っているのは間違いないですね。1986年にスタートしたレーサーミニ四駆から来年で30周年を迎えるミニ四駆、まだまだ目が離せないですよね。こちらはミニ四駆ワールドチャレンジ2023の会場になります。ミニ四駆世界一を決める大会ですよ。海外代表のピットスペースでは大会のコースに合わせてミニ四駆のチューニングが行われています。さすがワールドクラスのコースは圧巻ですね。早くてもコーナーが曲がりきれなくなりますし、パワーもなければ登りきれないので、いかにチューニングが重要かが分かりますね。こちらは30周年を迎えるミニ四駆たちです。1986年にスタートしたレーサーミニ四駆シリーズから最新のミニ四駆まで約250台を一挙に展示してあります。特に30代後半から40代のお父さん方は懐かしいミニ四駆ばかりではないでしょうか。お小遣いでミニ四駆を買って組み立てて、モーターを交換してお店のコースで走らせる、あの頃の記憶が蘇ってきますよね。
年代によってデザインが変わっていくのがよくわかります。こうしてみると圧巻ですよね。こちらは販売コーナーになりますね。新製品の工作セットはもちろん、ミニ四駆、先ほどのアヒルもありますね。なんとタミヤ限定パッケージの安倍川餅もありましたよ。こちらは横浜タイヤ限定のミニ四駆、アドバンエアロアバンテリミテッドが限定販売していました。高性能タイヤのアドバンのロゴがしっかりと入っています。こちらは清水エスパルスのオリジナルミニ四駆、エスパルススペシャルエディションがこれも限定販売でした。イベント限定の品など、とにかくタミヤフェアでホビーを見て触れての楽しい大イベントでした。はい、今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。今日ご紹介したイベントは、みんなで楽しいホビーのお祭り、タミヤフェア2023でした。ホビーを見て作って触れて、さらにレースに参加できる、すごく楽しいイベントでした。タミヤ模型さんのイベント情報のリンクを概要欄に貼り付けておきますので、ぜひそちらもご覧ください。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。